ロイス・マクマスター・ビジョルドは、アメリカの小説家、SF 作家、ファンタジー作家。オハイオ州コロンバス生まれ、9号賞長編小説部門を4回受賞しており、ロバート・エイ・ハインラインの記録に並んでいる。ボルコシガン・サガシリーズの、自由軌道と短編、モノヤマでは、ネビューラ賞を受賞。ファンタジーではの心境シリーズの評価が高く、チャリオンの影では、 世界幻想文学大賞にノミネートされ、影の住む城では4回目のヒューゴー賞、長編小説部門と2回目のネビューラ賞、長編小説部門を受賞している。大学教授の父ロバート・チャールズ・マクマスターの影響を受け、子供の頃から SF に興味を持つようになった。ボルコシガン・サガにも父の影響があるという。父は、被破壊検査の分野では、世界的に有名で、 作品にも偉大な父の影で育ったという主人公が登場する。20代の頃には研究所や大学病院の薬学部で働いていたらしい。1986年に長編名誉のかけらでデビュー。兄も父と同様に工学者であり、自由軌道を執筆時には科学交渉面でサポートした。選手士願は最初に出版社に売れた作品だが、 名誉のかけらの方が先に出版された。これらの作品を含むボルコシガン探ガシリーズが最も有名である。約千年後の未来を舞台にしたスペースオペラだが、後の方の作品では推理小説的色彩が濃くなっている。ビジョルド本人はこのシリーズについて、保冷処方オンブロワーシリーズの構造がモデルだと述べている。推理小説的側面では、ドロシエル・セイヤーズの ピーター・ウィム・ジー教ものの影響が見られる。ビジョルドは、シリーズものを手掛ける際に気をつけたこととして、多くの読者がランダムな順序で読み始めることだとし、それぞれの作品でくどくならない程度に、十分な背景説明をしたと述べている。ビジョルドは早くから、ファンタジーも書きたいと思っていた。最初のファンタジー小説、スピリット・リングは特に注文を受けずに書いたものだが、なかなか売れず、 結局、ボルコシガン佐賀の版元に安値で買い取ってもらった。その評価も売り上げも低かったため、その後しばらくファンタジーに挑戦することはなかった。ファンタジーへの再挑戦は、約8年後のご心境、シリーズ、チャリオンの影である。こちらは注文を受けて書いたもので、評判も上々だった。この作品の世界は、彼女が、 ミネソタ大学で中世スペイン誌のコースを片手間に取っていた経験が反映されているとみられる。もう一つの死者の探検シリーズは彼女が育ったオハイオ州の風景が着想のもとになっている。ありがとうございます。